田さんは何とも思わないんですか。会社が買収されてから僕らはまともな番組なんか全然作ってないんですよ。んなもんお前、会社がこんな状況だから仕方ねえだろ。我が社のお荷物にみんな困ってるんだよ。おっしゃる通りです。会社のやり方納得できないですよ。なんでよりによって伊藤さんが葬儀局なんかに行かなきゃいけないんですか。葬儀局って言ったらお前、今はうちの出世コースだよ。だからお前頑張って名前アピールしてこいよ。いや実はな、島田さんが今朝亡くなったんだ。夢見たっていいじゃないですか。自分の仕事に夢見て何が悪いんですか。人間は諦めなきゃ夢だって叶えられるんですよ。お前たちの出番だよ。やったー。はい、 CM 明け、坊さんの度胸あったら VTR ドン。チャンネルを変えさせないぞ、カンワル。カンオケを鑑定。島田さんの追悼番組だ。お墓へ泊まろう。いい上司だろ。自分らしさ捨てるくらいなら死んだ方がマシだろ。